あ、少しだけ散歩に行かないか？別に。
君がいつも頑張ってるから。あなたにとって、しか、最近お前、頼もしくなってきたな。あくまで、よし、結構集まったな。それじゃ、薪割りを始めるぞ。願いの力。という話だ。その城壁というのはオルターシア城の城壁だと言われてる。ま、本当かどうか。へえ、面白い。巨人がオルターシア城の城壁になった。そんなわけないだろ。そうとも言い切れねえぞ。何せマゴニアの伝説だからな。そういや伝説では王女を守るために巨人は立った。お前が王女に手を出そうとしたらその巨人。バカ言ってんじゃねえよ。別に俺は下心があるわけじゃ。ふん、どうだか。なんだあれは。人影か。それにしては大きいような。まさか伝説の巨人がここに。お前の下心を見抜いて巨人が攻めてきたのかもしれんぞ。ちょ、マジかよ。なんだよ、驚かせやがって。巨人じゃなくて牧人じゃねえか。さすがのお前もビビったようだな。そんなわけねえだろうが。
ばいわ。はっ。それにしてもマリウス、君がマゴニアの話をするなんて珍しいな。ああ、この話は昔から好きだったんだ。王女が大活躍する話だからな。いや、どう考えても活躍してるのは王女じゃなくて巨人の方だろう。お前は分かってないな。王女の清らかな心が巨人を動かしたんだ。お前、もしかして。なんだよ。そうだよ、おかしいと思ったんだよ。王女のことになるとやたら突っかかってくるしよ。いや、それはまるで親しい者の代弁者みたいな、そんな。ちょ、待て、まさか気づかれた。お前うその王女に惚れてるね。は？物語と現実の区別はつけた方がいいぜ。お前と王女じゃ釣り合わねえよ。なんだそういうことか。あ？なんだよその哀れむような顔は。いや、お前がバカでよかったと思ってさ。さてと、それじゃあさ。なんだそりゃ。あ、てかバカって、おめえには言われたくねえぞ。置いてくぞ。キリキリ歩けよ、デフロット。ジュアン島へはこの先のプラージ村から船が出ているんだったな。伝説の巨人か、本当にいるのかな。俺は巨人なんてどうでもいい。王女に会えればいいんだ。お前はほんとぶれないな。もうすぐ会えると思うと胸が熱いぜ。待っててくれよ、マリエル王女。偽物の王女に会ったところで時間の無駄だと思うけど。おめえの偽物探偵は聞き飽きたぜ。それとも何か確証でもあんのかよ。それは、その…クーもその王女様は偽物だと思うまる。だって本物は…クー、うん、なんで
マリウスといい、モルモル野郎といい。とにかく、デフロットがやる気を出してるし、ここは一つ付き合ってみようじゃないか。おい、なんだよその言い方は。まるで俺が普段やる気ないみてえじゃねえか。ごめんごめん。えい、ん？でや、うぎぎ。あそこで誰かが戦ってるようだな。それにしても随分とへっぴり腰だな。苦戦してるようだな。助け出ししよう。見える。決めろ。そこ。僕の名はフレッド。君たちのおかげで助かったよ。いやー、俺たちがっていうよりお前が弱いんじゃねえのか。そう、デフロット、そんな失礼なことを堂々と。あはは、そんな風に言われるのは慣れてるよ。気にしないでくれ。僕は自分の弱さを知っている。だからこそ勝つためには手段を選ばないんだ。実力に見合わない立派な武器や鎧もそうだし、王女に会いに行くのもその一つさ。王女に会いに行くだって？会ってどうするつもりなんだ？ジュアン島にマリエル王女を中心とした義勇軍が集まってるって聞いてね。ぜひ僕も参加させてもらおうって思ったんだ。君には悪いが、その王女は偽物だぞ。いや、本物。え？その証拠に、王女は伝説の巨人を従えてるって話だからね。伝説の巨人？マゴニアの物語のように巨人を従えてるのか。おお、そいつはすげえな。俺の勘が正しかったようだな。ますます王女様に会いたくなってきたぜ。みんな簡単に信じすぎだ。大体デフロットは巨人の話は信じてなかっただろ。王女が巨人を従えてるなんてインチキに決まってる。まあまあ、俺たちはそれを確かめるために来たんだ。本当かどうかは直にわかるさ。ここがプラージ村か。随分寂れた村みてえだな。おい、あそこの男、なんか違う。義勇軍に入りたい方を大募集。詳しくはこちらをお読みください。ああ、そのチラシを一枚くれよ。おお、これは強そうな騎士殿、どうぞお受け取りください。で、そのチラシには何て書いてあるんだ？
まあ、慌てるなって。何義勇軍に参加して教会をみんな知ってる？教会の奴らってひどいんだよ。私を城から追い出して自分たちの都合のいい決まり事ばっかり作ってもうやりたい放題なの。だからみんなで教会を倒そうね。みんなの団結が大事だよ、マリエル。軽い。たぐ、お前らは相変わらず分かってねえな。大衆の心をつかむためにはこのくらいがいいんだよ。でもな、こんなチラシを見て義勇軍に入ろうなんて思うやつがいるのか。おお、燃えてきた。教会許すまじ。俺も戦うぞ。義勇軍に入るんだ。すっごいたくさんいるっぽいマル。あんたたち見かけない顔だね。義勇軍に入るために来たのか。ああ、その通りだ。俺たち義勇軍に参加するぜ。そしてマリエル王女と恋仲になって。デフロット、お前というやつは悪いけどやめといた方がいいよ。なんでみんな寄ってたがって俺と王女の恋を邪魔するんだよ。そっちじゃなくて義勇軍の方さ。あんな連中には関わらない方がいい。反乱軍ごっこ。特にリーダーのジムって男は最悪だね。臆病な癖してただ周りに流され引っ込みのつかなくなってる勘違い小僧さん。義勇軍に入るかは決めかねてます。マリエル王女とリーダーに会ってから判断します。そうかい、あんたらはまともそうだね。ちょっと安心したよ。できればあの子たちのやってること止めてほしいんだけどね。え？あ、いや、なんでもないさ。それじゃ気をつけるんだ。なあ、おばさんの言ってたこと気にならないか？偽の王女、最悪のリーダー、なんか心配になってきたな。だから偽じゃねえって。リーダーの悪評も噂だけかもしれねえだろ。まあ確かに噂だけでは判断できないな。決めるのは本人たちに会ってからにしよう。そうそう、ここでうだうだ言っててもしょうがねえよ。もうそろそろ島行きの船が出るみたいだし、早く乗り込もうぜ。君たち、ちょっといいかい？義勇軍勧誘のチラシ、それの裏を読んだかい？なんだ？裏に何か書いてあるのかよ。どうした？何か書いてあるのか？義勇軍に入るためには資金があるの。村の周りにいる魔物、牧人の腕を持ってきてね。そしたら、ジュアン島に行く船に乗せてあげる。まさに通行手形だよ。だと？おいおい、どうするんだ。今から魔物を倒してくる時間なんてなさそうだぞ。そうか。君たちと出会う前に、ちょっとした噂を聞いてね。みたいだね、じゃねえよ。知ってたなら教えてくれよ。まあ確かに教えるべきだったね。ただこの件に関しては問題ないよ。これを見てくれないか。これは牧人の腕。道中で牧人を倒した時に拾っておいたんだ。実際にチラシを見たわけじゃないけど、念のため拾っておいてよかったよ。よし、これでみんなと一緒にジュアン島に行こう。フレッド、それは本来なら君だけの手柄だ。君に便乗していくというのは。別にいいじゃないか。それに僕には一緒に行きたい理由がある。ブラージ村に行く途中で助けてくれたじゃないか。そのお礼がしたいんだ。
ありがたい申し出じゃねえか。フレッド、ありがとう。その申し出、ぜひお願いするよ。よし、じゃあ行こうか。待てよ。お、どうしたんだい？あれだ、さっきはそのバカにしたようなこと言って悪かったな。いいんだ、君たちより劣ってることは自覚してる。でも僕だって人一倍努力してるからね。追い抜かれないように気をつけるといいよ。口だけは一人前だな、おい。それじゃあ行こうか。それじゃあ僕はここで別れるよ。ちょっとした用事があるからね。フレッド、助かったよ。ありがとう。あいつ義勇軍に参加して王女に会うとか言ってたはずだが、それ以外にも用があるのか。さあな、あいつにも何か考えがあるのかもしれんな。やっと到着した。意外とすんなり乗り込めたな。質より量を求めてるんだろう、ここの義勇軍は。船に乗る前に見かけた奴らはひどかったぜ。どいつもこいつも腰が引けててな。見たまんまの素人だったぜ。義勇軍の奴ら、本気で教会を倒せると思ってるのか。ここがジュアン島か。王女とリーダーだが、どう会うかだな。なんだ？あんた、どこかで見たことある顔だと思ったが、元王国騎士団のモーリスではねえか。
人違いだ。よく似てるとは言われるわな。いや、間違いない。ということは、お前ら王国騎士団だな。俺たちを捕らえに来たんだろう。待ってくれ、誤解なんだ。俺たちは、こいつらが王国騎士団だと。すぐにリーダーを呼んでくる。いや、その必要はない。あ、ジムさん。俺の名前はジム、この義勇軍を率いるリーダーだ。こいつが義勇軍の。悪いが、お前たちには疑いが晴れるまで牢に入ってもらおう。おい、ふざけんなよ。なんで簡単に俺たちを。なんだ、いつの間に俺の槍を。驚いたか。俺の相棒エデル号がお前の武器を一瞬で盗んだのさ。くそ。俺たちは抵抗する気はねえ。ただ王女に会いたい、それだけだ。元王国騎士団隊長のモーリス、厄介な奴がジュアン島に来たものだ。ようやくジュアン島に潜入できたね。そうね、いよいよオルタンシアの王女様とご対面よ。本物なのかな、それとも偽物？どっちでもいいわよ。そうだね、本物なら連れて帰ればいいし、偽物なら殺しちゃえばいいし。そんなことより巨人よ。マゴニアの伝説にあるオルタンシアの巨人だね。本物かしら、それとも偽物？どっちでもいいよ。そうね、本物なら持って帰ればいいし、偽物楽しそうだね。うん、きっと楽しいわよ。
すがにこの人数差では。俺たちは王国騎士団ではないと言っても聞く耳持たねえな。お前たち、こいつらをどうする？王国騎士団は俺たちの敵！すぐにでも皆殺しにすべきだ！そうだ！殺せ！ちょっと待ってくれ。そこまですることはないんじゃないか？こいつらを利用して教会と取引するとか。甘い！すぐにでも殺せ！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 よし、わかった。明日にでも処刑を執行しよう。こいつらを牢屋にぶち込め。ったく、どうすんだよ、こんなところに閉じ込められちまって。まあ、なんとかなるさ。フレッドがいなくてよかったな。いたら一緒に捕まってた。よかった、彼を巻き込まなくてよかった。おいおい、他人のことより自分たちのことを心配しろよ。本当お前お人よしだな。おお、なんだか騒がしいな。これからマリエル王女の演説が始まるからね。お前はフレッド？よかった、無事だったんだな。みんなを助けに来たよ。牢屋の鍵も持ってきた。フレッド、なんで僕たちを助けに？それについては移動しながら話そう。まずはここから離れよう。そうだな、ここで話してたら義勇軍が戻ってきてなんてことになったらしょうもないからな。あ、フレッド、連れてってくれ。まず、実は君たちに黙っていたことがある。僕はアーデルハイド様の部下なんだ。アーデルハイド様だって、なんでそれを黙ってたんだよ。すまない、本当はもっと早く僕の正体を明かしておきたかったんだ。だけどマリエル王女の正体を極秘裏に調査する任務だったからね。マリエル王女の正体？そうだったのか。でも安心してくれ、俺はもうアーデルハイド様とは仲間みたいに親密な関係だからよ。仲間以上恋人未満っつうか、少しずつ仲を育んでいるっつうか。デフロット、お前は黙ってろ、話がややこしくなるだろう。そうか、アーデルハイドも王女のことを。だったら話は早い、ここをとっとと脱出して王女様とご対面と行こうじゃないか。くそ、魔物じゃねえか。牢屋の周辺は魔物が巣くっているらしい。なるべく合わないルートを選んだんだけど、うまいこといかなかったようだね。あまり時間をかけてると脱獄したことがバレてしまうかもしれない。手早く片付けて先を急ごう。任せて！
邪魔！そういうわけにはいかん。今回は数が少なくてよかったよ。牢屋の周囲って魔物が多くてね、調査するとき大変。なるほどな。魔物を牢屋の番人代わりにしてるってわけか。魔物の大好物を置いとけば自然と魔物が集まってくれる。義勇軍の奴らもよく考えたな。おっさん、魔物の好物って何なんだ？決まってるだろ、俺たちだよ。ああ。オルタンシアは今、希望の光を失っているわ。なんだ？さっき言ってた演説か。そうだね。マリエル王女の演説が始まったようだ。この先の脇道から広場の様子が見えるよ。マリエル王女が見えるのか？おいおい、頭出しすぎて見つかるようなヘマだけはするなよ。待ってるよ。長く続く戦争、恐ろしい魔物たち。それだけじゃない。原因不明の石碑病なんかもそう。国民の不安と不満は高まる一方だわ。なのに教会はほったらかしどころかなかったことにしちゃってる。このままじゃ私たちの国はダメになっちゃうわ。そんなことは絶対に許せない。みんな、私と一緒に戦って国を取り戻して。いいぞ、マリエル王女。マリエル、マリエル、マリエル、マリエル。思いを受けて、伝説の巨人が動き出すわ。はあ、すごいぞ。あれが俺たちの巨人だ。あの巨人さえいれば俺たちは無敵だ。マリエル、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 マリエル。
やっ、決めろ。そこ、甘いわ。さっきの、あれが、マリエル王女なのか。噂通りなかなかの。さあ、どうだかな。先に潜入していた仲間の情報だと、この先にマリエル王女の部屋があるのを確認している。もう部屋。直接王女様とご対面というわけか。よし、突入するぜ。ちょっとお邪魔するぜ、マリエル王女。は？誰よ、あなたたち。驚かせてすまない。ただ、確認したいことがあったんだ。モーリス、この子は？俺は王女が子供の頃からよく知ってる。だからこそ断言できるんだが、目の前のお嬢さんは偽物の王女だな。まあそうでなくとも確信はあったが。お、王女を子供の頃から知ってるって、あな、俺か。俺は元王国騎士でな、王女には随分と手を焼かされたも。え？本物の王女なら俺を知らないわけがない。これがお前さんが王女じゃない証拠の一つだ。それともう一つ、これは少し言いにくいんだが、胸がでかい。いきなり何を言い出すんだ。言いにくいならわざわざ言う必要ないじゃない。おて、おっさん、行方不明になってから3年が過ぎてるんだぞ。それくらい経てば雰囲気だって変わるだろう。デフロット、女に関しちゃどこまでもボンクラだな。あのうろたえっぷりを見てまだ信じてるのか。お前さん、王女じゃないよな。ごめんなさい、その通りなの。やっぱりそうか。全く人騒がせ。聞かせてもらおうか。なんでこんな真似をしたんだ。うん。ロロロロロ、ご両
君がいつも頑張ってるから。あなたにとって王女の姿をして。最近お前頼もしい。誰だって私はあなたのた真面目にけ。あなたって結構モテ。ふぬけた戦闘してると私が槍で貫くからね。優しそうに近。僕の話を聞きたいって悪いが後にしてくれないか。私の娘。こんなにも穏やかな時間は久しぶりだよ。ついてこい。全部くだらん。あいにく剣の。退屈だな。俺はお前の子。何か用か。こんな鍛錬中は口を慎め。俺と仲良くなりたいってお前の気持ち。悪いことは言わない。俺は正義の味方。君がいつも頑張ってるから。あなたにとって力になれるかわからないけど。ありがとう。あなたといると思いがけない幸せをもらえるの。私にありがとう。これを私に。どうしよう、ルギス様。最近誰だって私はあなたの真面目にけ。あなたって結構もふぬけた戦闘。優しそうに。僕の話。オルタンシア聖教に興味。僕の話。ふぬけた戦闘。あなたって結構真面目に稽古に取り組まないので。私はあなたの誰だってご両親さん。最近誰だって私はあなたの盾です。あなたって結構ふぬけた戦闘してると私が槍で貫くからね。覚悟しなさい。勇敢なる騎士たちよ、このマリエル・レ・オルタンシアの願いに応えよ。その意志、その力でオルタンシアの剣と。